しばらくして、落として、で、お腹も痛いということでトイレに行ったと。今原因がはっきり分かってませんので、爆発した時何秒間か白くなるのグワーって。編成部員らは問題があると見られるポケモン第38話の VTR を改めてチェックしました。確かにその、6時50分過ぎの激しくこう色がこう変わるシーンに対してですね、随分こう激しい絵変わりだなという感想を漏らしてた人もいたんですが、その報道の情報もですね、大体そういった情報だったので、その番組の後半というのがやっぱり原因なんだろうなというふうに、あくまでもその時点では、そう推測するのが一番こう妥当だったっていうのが、正直なところだと思います。消防庁の集計によりますと、翌日の午前11時までにポケモンによる異常で病院に運ばれた人は全国で651人に達しました。翌17日、テレビ東京では記者会見を開き、局の責任を明らかにしました。原因はどうあれ、テレビ東京の放送をご覧になってこういうことになったちくついた、誠に申し訳なく思っております。日本民間放送連盟はこの問題を放送界全体のものと受け止めると表明し、また厚生省、郵政省も調査チームを設置しました。 NHK は過去に NHK で放送したアニメでも子供が倒れていたと報道しました。ポケモン問題は日本のテレビ界が放送史上初めて直面した極めて深刻な事態となりました。アニメポケットモンスターが引き起こした問題のいきさつについてご覧いただきました。救急車で病院に運ばれた方の数は全国でおよそ750人。そのうち入院された方の数は135人となっております。子どもたちはなぜ倒れたのか。こうした事態を受けて、テレビ東京では3日後の12月19日に原因究明のための局内調査チームを発足させて、番組内容の問題点を詳細に分析しました。テレビ東京では原因究明のため12月19日に局内調査チームを発足させました。メンバーは常務の金沢隆一郎を座長とし、編成局、技術局、アニメ制作に関わる映画部など社内の各セクションから集められました。さらに東京女子医科大学の小児科に医学的な面からもアドバイスをお願いしました。子どもたちはなぜ倒れたのか。番組の問題箇所を特定することが下級のテーマでした。病院に運ばれた子どもたちの証言にはある共通点がありました。コンピューターのところからミサイルが飛んできて、ピカチュウがそれを電気でなんか破壊しようとしたところまでしか覚えてない。というか爆発した時何秒間か白くなるのグワーって、なんか爆弾みたいなのが光ったりした時まで。ミサイルのシーンは番組の後半午後6時51分頃にありました。その直後に記憶が途絶えている子供が多いこと、さらに目がチカチカしたなどの証言から、それ以降の映像に問題があったのではないかと推測されました。証言の示すシーンは主人公たちが攻撃を受ける場面でした。ポリゴン急げ、急ぐんだ。ピカチュウが光りミサイルを破壊します。ピカチュウ、この18時51分35秒ここをご覧になっていただければわかると思いますけれども、ここに 4.5 秒にわたる青と赤の高速な切り返しのシーンがございます。問題の映像は51分35秒から始まっていました。調査チームはこれ以降の映像を
一コマ一コマ詳細に分析しました。ミサイルが破壊された後に全面真っ白の映像になり、その次は赤、白、赤、黒、赤、青という構成となっています。これ以後、赤い画面と青い画面が早い切り返しとなって続いていきます。少年たちが画面左端に登場した後も、背景の赤と青の切り返しは続きます。さらにその後、赤と青が前面に広がる画面が続き、ミサイルが近づいてくる間も赤と青の切り返しは続きます。画面全体がミサイルで覆われて、赤と青の切り返しは終わります。これ一枚一枚解析しましたところ、4.5 秒間に106カット、1秒間に換算しますと24カット青と赤が高速に切り替えられたことになります。技術スタッフがポケモン第38話全編を分析したところ、こうした高速の切り返しの箇所が9シーンありました。しかし画面全体を覆い 4.5 秒という長さで高速の切り返しが続くシーンは他にはありませんでした。こうした分析からこの部分の映像が主な原因となったことはまず間違いないという結論が得られました。ポケモン第38話の問題の部分の映像はパカパカという手法を使って制作されていました。これは透過光と呼ばれる技法の一つで、まず色のついたフィルターに後ろから光を当てて輝きのあるコマを作ります。次に別の色のフィルターに取り替えて次のコマを作ります。この2つのコマを交互に切り替えることで点滅のような効果を生み出す手法で、日本のアニメ界では広く使われています。ポケモン第38話の問題の部分は赤と青の色のパカパカが 4.5 秒間連続していました。今までの37話までのポケモンも解析しましたけれども、これほど長い 4.5 秒という長い期間このような切り返しが続いたのはほとんどございませんでした。パカパカを含めた高速なカットチェンジは38話の場合、1話から37話までの平均より3倍近く多く使われていました。なぜ38話だけパカパカなどの手法がこれほど多く使われていたのでしょうか。考えられないミスばかり起こってるのよ。これはポケモン第38話はサトシとピカチュウがコンピューターの中へ送り込まれ、悪者を退治するというストーリーでした。ここはどこなんだ？電脳世界、つまりコンピューターの中ってことだな。38話の手法について制作者はこう話しています。赤青の点滅に関してはですね、電脳空間内の爆発シーンすべて赤青の点滅だったんですけども、要するに通常の空間ではないその電気的な爆発の質感を出したかったということであの手法を取ったんですけども、特殊なストーリー展開の中から偶然に生み出された 4.5 秒間が今回の事態を引き起こしたと考えられます。さてここにそのポケモン第38話のフィルムがあります。アニメーションはまずこういったフィルムに撮影されるんですが、1秒間に24コマの絵で成り立っています。そしてこうしたフィルムをテレビで放送するには 2-3 プルダウンという方法でテレビの信号に置き換えるんです。問題のシーンをこのフィルムで見てみますと、ご覧のように赤と青が1コマずつ何度も繰り返されている様子がよくわかります。第38話の問題箇所、つまりこの赤と青のコマが繰り返されている 4.5 秒の映像構成とそのような演出をした理由については、今 VTR でご覧いただいた通りです。しかし、このシーンを見た子どもたちがなぜ痙攣を起こしたり、あるいは気分が悪くなるといった症状に陥ったのか、医学の面から検証する必要があります。
東京女子医科大学小児科では、患者に光の速い点滅や図形を見せて、脳にどのような反応があるかを検査しています。ここで刺激を与えたわけですね。で、ここでは、異常ないですね。こういう揺れ板も問題ないですから。患者の中には、ある種の光の速い点滅などを受けると、脳波に乱れが生じるケースがあります。このチームは1995年から研究を続けてきました。研究チームの船塚誠医師に問題のポケモン第38話を見てもらいました。これでピカチュウが出て、このもうこの次ですね。ちょっと画像が乱れてますけど、この青とですね。はい。赤がこう交互に。はい。点滅してて、はい、でしかも登場人物が画面の端っこに出てますけれども、やはりほとんど画面の、9割方が赤色と青色のこの光に占められてると。でしかもそれが速い速さで点滅してるっていうことで、この画面が一番最も危険なっていうか強い刺激だったんじゃないかなと思われます。研究チームは今回の事態で患者の治療にあたるとともに症状の実態を把握するために、関東すべての病院2268施設に詳細なアンケート調査を実施しました。アンケート結果によれば、病院で受診した人は344人、そのうち痙攣を起こした人は266人でした。研究チームは診療経験やアンケートを踏まえて、今回の諸症状を次のように診断しました。こういう映像を見てですね、はい、なぜそういう症状が出るわけですか？いわゆる今回の諸症状を、我々光感受性というような言い方をするんですけれども、いわゆる光の点滅に対して、脳が非常に興奮しやすい、一種の体質なんですけれども、そういうものが原因であろうと。でこう出ると、この光感受性とはある一部の人に見られる体質だと船塚医師は指摘しています。例えばお酒に弱い体質っていうのがございますね。そういうものと一緒で、その方々が持っている、病気ではなくて体質っていうことで考えてもらえればいいと思うんですけれども、そういう体質持ってる人っていうのは結構たくさんいるわけですか？諸外国の報告ですと、だいたい4000人から1万人に1人って言われてるんですけれども、そういう方々がやはりある種の光刺激に対して非常にこう脳が興奮しやすい。そのためにいろんな症状を、脳の興奮の結果、痙攣であったり、あるいは頭痛であったり、目がチカチカしたりというような諸症状を訴えるということだと思いますね。これが脳波の異常です。この揺れが、はい、ここからここまでがですね、はい、ここからここまでが、で刺激光感受性の体質とは、ある種の光の刺激に対し脳波が乱れることに特性があります。その体質があるかどうかは脳波検査でわかります。今回の患者は過去にも痙攣発作があり、今回光感受性のため諸症状が出た人、今回初めて光感受性の諸症状が出た人、光感受性の体質ではなく気分不快などの症状が出た人の3つのタイプに分類することができます。これらのうち光感受性による痙攣などの症状を光感受性反応と言いますが、それはどんな条件で引き起こされるのでしょうか？一番オーソドックスな、古くから知られているその刺激って言いますか、要素としては光の点滅ですね。光ったり暗くなって光ったり暗くなって、それの繰り返し、それも比較的早い点滅が、まず光の刺激としては良くないってことは言われています。このような光の点滅の刺激以外にも、特定の赤い色が切り替わる時の刺激や、縞模様や渦巻きなどの図形から来る刺激がある条件を満たした時に
光感受性反応を誘発すると船塚医師は言います。今回の画面ですね、はい、まあ一番大きなのはやはり光の点滅っていうことだと思います。それからもう一つはやはり赤と青っていうことで赤色っていう要素が入ってるんで、この色の要素もあったのではないかなと思われます。ポケモン問題はこの要素が2つ満たされた結果引き起こされたものでした。光感受性にはさらにもう一つ大きな要素がありました。まあ、もともとこの光感受性についてもですね、どの年齢が多いかっていうデータが出ておりまして、まあ、年齢依存性っていう言い方をしてもいいと思うんですけれども、やはり思春期前後、10歳から20歳頃が、ピークになるような分布をとっておりまして、まあ、今回の実際に症状があった方々の年齢分布と非常によく一致しているということが言えると思います。東京女子医科大学の調査では、痙攣や気分が悪くなった患者のピークが12歳にありました。これはポケモンの主な視聴者層の4歳から12歳とも一致しており、光感受性反応を起こしやすい年齢層を番組が直撃した形になりました。さらに番組が始まってから話が盛り上がってゆき、視聴率が最高の 18.5% に達したところに問題の 4.5 秒がありました。こうした一致が被害をさらに大きなものにしました。このポケモン問題についての調査を進めてきた厚生省の光感受性発作に関する臨床研究班が4月3日にまとめた報告書の概要によりますと、体調を崩した人の中には今回初めて痙攣などの発作を起こした人が多数含まれ、またその中には光感受性反応のケースも多数認められました。ポケモン問題の再発防止のためには光感受性の体質の人々への影響をいかに減らすかが大きな課題だと私たちは考えております。ここで光感受性についてもう一度まとめてみます。光感受性は病気ではなく体質です。ある種の光や図形の刺激に対して脳が非常に興奮し、痙攣や気分不快などの症状を起こしやすい面があります。光感受性は大人より子どもの方が発症率が比較的高いと指摘されています。その光感受性は光の点滅がある一定の速さを超えると発作を起こすことがあるとされています。ではその許容範囲はどこまでなんでしょうか。日本やアメリカにはその具体的な基準はありませんでした。そこでテレビ東京ではこの光感受性研究にいち早く取り組み、ガイドラインを作って運用しているイギリスに調査班を派遣しました。1月6日、編成と技術スタッフで構成された調査班がロンドンに到着しました。イギリスでは以前、ポケモンと同じようなケースが起きており、それをきっかけに光感受性に関するガイドラインが作成されています。調査班の目的はガイドラインの具体的な内容とその運用のされ方を調べることでした。 What goes better with an intense snack than intense film? Eat this, watch this, Louis Kicken. 1993年に放送されたこの CM で3人が意識を失い病院に運ばれました。 Stay hungry. イギリスのメディアはこの問題を大きく取り上げ、民放各社はこの CM のどこに問題があるのかを分析しました。Frames here go from very dark to very white to very dark in rapid succession. This is typical of the 問題点は背景の画像が激しく切り替わっているところ。また白黒の画像が急速な反転を繰り返しているところでした。その後修正された CM と以前のものを比べると、光の刺激がはるかに少なくなっています。イギリスではこうした問題が発生したとき、ITC、独立テレビジョン委員会が解決に当たります。 ITC は1990年に設立されたもので、テレビ局や政府には属さない独立した機関です。
放送の内容を監視し、改善命令などを出す権限を持っています。Understanding that yes, there is a risk of rapidly changing, high contrast in television material, and because of the flicker rate in television itself, there was a need to draw some guidelines here to prevent, this problem happening in the future. In here. 現在、イギリスの民間放送は ITC の作成したガイドラインに基づいて全ての番組をチェックしています。また、公共放送の BBC も独自のガイドラインを作り、チェックを行っています。ITC は、ガイドライン作成後は、光感受性についての大きな事故は起きていないと話しています。ITC ガイドラインは、まず、テレビは本来明滅しているメディアであるとしています。このため、光感受性の体質を持つ視聴者への危険性を完全に除去することは不可能である。しかし、様々な手段で不必要な危険を減らすことができると記しています。具体的な基準として、フラッシュするライトや急速に変化、明滅する画像が 3Hz を上回る周波数で変化すること。つまり1秒間に3回を上回る光の点滅は避けるべきと述べています。しかし色の変化だけならば問題はないとしています。画像の大部分を占めるはっきりとした規則的な模様、特にシマや渦巻きといった模様を表示したりすることも避けなければならないと定めています。ITC は何を根拠にこのガイドラインを作ったのでしょうか。 So the expert in this field, is a clinical neurophysiologist, Professor Harding, and he volunteered his services to us, to help us understand the problem vis-a-vis television. ITC はこのガイドラインの基礎はハーディング教授の研究結果からであると発表しています。ガイドラインの中で特に注目されるのは 3Hz、 1秒間に3回を上回る光の点滅という具体的な数値基準を挙げている点です。 ITC はこの数値についてもハーディン教授と協議して決めたものだと述べています。ハーディング教授はテレビの場合、 A という画像から B という画像に切り替わる時の明るさの差が光の点滅に当たると考え、その限度を1秒間に3回までとしているわけです。バーミンガム市にある国立アストン大学のハーディング教授は、過去30年以上にわたって700人以上の光感受性の患者を治療してきました。さらに ITC のガイドライン作りにあたっては170人の患者に詳細な臨床検査を行ったといいます。 The 3 flashes per second was based on this experiment, so that was the basis for calculating the risk. We came up with that with an acceptable level of risk of 1 in 3 million per annum.ハーディング教授は、ポケモンをチェックするにあたり、必要なことは、リスクの低減だと強調していました。イギリス調査の前半をご覧いただきましたが、ここでハーディング教授にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。ハーディング先生の研究結果から ITC ガイドラインの基本的考え方が作られたところまで見てきたんですが、当時 ITC に協力された時、光の点滅を1秒間に3回までなら許容範囲とされた理由をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。はい、説明しましょう。 ITC のガイドラインの基礎は170人の患者の臨床検査によるものです。横のラインは1秒間の光の点滅回数を示しています。1秒間に15回から20回の光の点滅では、光感受性の患者はほぼ全てが痙攣の発作を起こします。非常に高い危険区域です。
ポケットモンスターは1秒間に12回の点滅でした。したがって、78% の患者が危険にさらされることになります。ITC のガイドラインは、1秒間に3回の点滅までに限るとしています。1秒間に3回の点滅なら、危険にさらされる患者はわずか 3% ということになります。それを1年間の発生率を基礎に計算しますと、300万人に1人という率にまで危険を減らすことができます。リスクをゼロにすることはできません。たとえ1秒間に1回であっても反応する患者はいます。これ以上に光の点滅回数を減らしてしまうと、テレビそのものが存在しえなくなります。重度の光感受性患者は、テレビ以外にも、例えば木漏れ日や水面の反射、エスカレーターのステップの縞模様を見ても、発作が誘発されかねないのです。なるほど。1秒間に3回以内の点滅では、患者の発生率は300万人に1人まで減らすことができるということなんですね。それでは、イギリスではこのポケモンをどう判断したんでしょうか。調査班は BBC、チャンネル4、ITC でそれぞれポケモン第38話を見てもらいました。誰もが一番気になると指摘したのは、やはりあのフラッシュシーンの 4.5 秒間でした。But I can imagine that the original was very objectionable. ヨーロッパと日本では放送形式が違っているため、オリジナル VTR を見せることができなかった調査班は、後日日本と同じ条件でオリジナル VTR を検証してもらうことにしました。Yes, this is interesting. It's made up of alternate red and blue frames, so it's flickering at a very high rate.But the change in contrast between the two frames is fairly small. That means would this pass the ITC guideline? I think this would pass the current ITC guidelines. チャンネル4の担当者の結論は意外なものでした。チャンネル4の見解は、確かに1秒間に12回という早い点滅ではあるものの、赤と青のコントラストの差が少ないため、結果として刺激が強いとは言い切れないというのです。ポケモン第38話は ITC のガイドラインに抵触していないというものでした。ではなぜ子どもたちは倒れたのでしょうか。調査班はハーディング教授に改めてポケモン第38話を見てもらうことにしました。Now, there is an additional problem that this red is using the red gun of the television on its own. I can see that it would cause. 今まで見てきたイギリスの放送局のチェック体制には赤色の規制は見当たりませんでした。さらに ITC のガイドラインには色は問題ないと明記されています。It's not in the ITC guidelines because we'd never come across it.But in fact, now the ITC are considering changing their guidelines to take account of this problem. 赤い色のどこが問題なのでしょう? And it is very long wavelength red. And we know that long wavelength red is more provocative to people who are photosensitive than ordinary colors. 調査班は光感受性についての研究が日々進んでいることを踏まえ、テレビ東京のガイドラインには最新の研究成果を盛り込むべきであると考えました。調査班は同時に ITC のガイドラインの記述も改め、技術系のスタッフのみならず制作に関わる全てのスタッフにも分かりやすいように、より明確な表現に改めることを決めました。ではもう一度ハーディング教授に伺いますが、1993年に作成されたその ITC のガイドライン、そのガイドラインに盛り込まれていない赤の色というのをもう少し詳しく知りたいんですが。
ITC のガイドラインを作った1993年には、確かに赤が特別な問題だということはよく知りませんでした。人の目の中には、コーンと呼ばれる細胞があります。まず、青に反応するコーンは、テレビの発する青の光の波長と大変近い波長を持っています。緑に反応するコーンとテレビの緑の光は波長が最も近いです。テレビの赤の光の波長と赤に反応するコーンの波長の間には大きなズレがあります。緑の光が入ってきた時には、まず緑のコーンを刺激しますが、赤のコーンと青のコーンも少し刺激します。赤の光は赤のコーンだけを刺激します。これを目の中の動きで見てみましょう。テレビから青い光が発せられると、青のコーンを最も多く刺激します。でも同時に緑のコーンと赤のコーンも刺激します。青のコーンは脳を興奮させますが、赤と緑のコーンはブレーキのようにそれを抑制する働きをします。緑の光はどうでしょうか？緑の光が入ってきたら、緑のコーンを最も多く刺激しますが、青のコーンと赤のコーンも刺激します。同じように、緑で興奮して赤と青で抑制します。でも、波長の長い赤の場合は違います。赤い光が入ってくると赤いコーンだけを刺激します。緑と青のコーンは抑制することはできません。刺激を受けていないからです。波長の長い鮮やかな赤が問題なのです。鮮やかな赤でなければ緑や青のコーンを刺激して抑制できるのです。テレビで鮮やかな赤を使う場合に限って問題があるのです。なるほど。つまり刺激の強い赤というのは赤を感知する神経だけに負担が大きくなるということなんですね。どうもありがとうございました。それではここでお二人の方、アニメ監督の富野義行さんと上智大学でメディア論を研究されている音義弘さんにポケモン問題とテレビ東京がガイドラインを作成することについてご意見を伺っています。ガイドラインとか法律とかを作ってどうなるのかって言った時に、実を言うとあんまり意味がないだろうな。で、重要なのはだからこういうことなんじゃない、やっぱり、こういうことだと思うんです。やはりその映像っていうものはどういう太刀を持ってるか癖を持ってるかってことを知って、やはり100人以上の、つまりパブリックに向けて発表する作品の時に、基本的に制作者が自動的に規範として守るべきものは守っていくっていう、常識がね、規範っていうのは常識ですから、うん、常識が身につけることがやっぱり重要なんだ。だときにやっぱりそれは法律論ではなくって、やは、僕はその教育論にどうしても行っちゃう。実は映像を提供する側の作り手も、提供者側もなんですけども、映像ソフトが何たるものか、視覚効果上何たる刺激を与えるものかっていうことを基本的にもう一度、学び直さなければならない時が今年来てしまったっていうものをものすごく感じました。番組の質の管理といいましょうか、その体制というものを検討する必要も同時に出てくるのではないのかというふうな気がします。そういった意味でも今回のこの検証番組というものをですね、放送事業者の方が一つの免罪符にして番組を始めるという再開をするということではなくてですね、放送事業者にとって自ら提供する番組というのはどういうものなのか、どういうふうな形で視聴者に提供するのかって、ある種のアカウンタビリティといいましょうか、説明責任というものを問われている、そういう時代になっていると、そういうような気がいたします。それではテレビ東京がこれまでの調査結果を踏まえてポケモン問題再発防止のために作成しましたアニメ制作のガイドラインの骨子をご報告します。ガイドラインはその作成の目的を視聴者が有害な刺激にさらされる危険を最大限減らすためだとしまして、このガイドラインを認識してアニメの制作放送を行うことで、番組から生じるリスクはほぼ完全に回避されるとしています。その上で次のような具体的な基準を設けました。
まず3分の1秒、これはフィルムでは8コマ、テレビフレームでは10フレームに当たるんですが、この3分の1秒以内で1回を超える光の点滅は避けるべきである。また、カットチェンジや急速に変化する映像も急激な光の点滅と同様の影響を与えるので、3分の1秒に1回を超える使用は避けるべきである。さらに、赤色単色を赤色一色を使用した点滅やカットチェンジも危険である。ただし、赤色単色を除く色の組み合わせで、それが同じ輝度、つまり明るさであれば問題はない。そして、輝度差、つまり明るさの差のある縞模様や渦巻きなどは原則として避ける。このような基準を設けました。こうしたガイドラインに沿って、テレビ東京では様々な角度から全てのアニメ番組のチェックを始めています。テレビ東京ではガイドラインをさらに詳しく解説した付属文書を作り、アニメ制作にあたるプロダクションなどに配布しました。すでにテレビ東京では全てのアニメ番組をこの基準に沿ってチェックしています。テレビ東京では問題のポケモン第38話をガイドラインに沿って修正しました。その修正版をハーディング教授にチェックしてもらいました。There's a slight difference in luminance, but it's so small, it's only about just slightly more than 10%, so it should not cause a problem. さらに、3分の1秒に1回を超える急速なカットチェンジなどを検出する測定器を開発し、番組のチェックに活用する予定です。これはガイドラインとして周知。民放連と NHK はポケモン問題の再発防止のためのガイドラインを発表しました。テレビ東京のガイドラインは民放連のガイドラインを踏まえた上で作成されたものです。テレビ東京のガイドラインについてハーディング教授に改めてご意見を伺います。ハーディングさん、ガイドラインをどう評価されますか？テレビ東京のガイドラインは世界で最も厳しく安全性の高いものだと思います。ITC でもテレビ東京のように赤に関する規制を盛り込むべきでしょう。では最後にですね、視聴者の側からですが、テレビを視聴するとき見るときの注意点といいますか、アドバイスがあったら教えてください。25インチのテレビで見る場合、少なくとも 2.5 メートル以上離れなくてはいけません。テレビは明るい部屋で見てください。テレビに近づいて見るときや、光感受性体質の人は、もし気分がおかしくなったら、このように片方の目を塞いでください。決して目を閉じてはいけません。ハーディング教授、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. Thank you very much. 以上、番組ではポケモン問題の検証についてのご報告をさせていただきました。しかし、テレビ東京はガイドラインの作成だけで事足りりとは考えてはおりません。ポケモン問題が私たちに残した教訓とは一体何だったんでしょうか。社内ではこの点についても議論を重ねてきました。端的に言いますと、このポケモン問題の教訓は、テレビがなお未知な要素を抱えたものであるという認識を我々に突きつけたことだと思います。テレビは日常の暮らしに溶け込んでいます。しかし、テレビのもたらす様々な影響については、よくわからないことがなお多くあります。今後我々はテレビは未知なものであるという認識に立って、テレビそのものへの研究をより深めていきたいと思います。テレビ東京は今回のポケモン問題の調査で得られたデータを開示し、今後民放連をはじめ各研究機関との協力のもとで検討を重ね、テレビ放送全般の安全性の確保に努めてまいります。この問題に関しましては、視聴者の皆様からこれまでたくさんのお手紙、そしてお電話をいただきました。改めてお礼申し上げます。この時間はアニメポケットモンスター問題について、なぜ起こったのか、再発をどう防ぐのかをテーマとした検証報告をお伝えしました。